オープンソースイニシアティブ、オープンソースイニシアティブ、オープンソースイニシアティブ、略称 OSI はオープンソースを促進することを目的とする組織である。1998年2月にブルース・ペレンズとエリック・レイモンドにより設立される。オープンソースイニシアティブはオープンソースの定義やライセンスレビューを通してオープンソースの点促進の活動をしている。 オープンソースイニシアティブはフリーソフトウェア財団と並んでオープンソースソフトウェア分野のハッカーコミュニティにおいて基本的な権利擁護団体であるまたオープンソースイニシアティブというフレーズはオニコンソーシアムによりオープンソースのプロジェクトから市場を意識した努力を区別するのにも使われている2004年6月に 当時のアブジドウェブコンソーシアムによって開始された SV イニシアティブはその例である。オープンソースイニシアティブはオープンソースの利益を啓発、支持し、オープンソースコミュニティの様々な人たちとの橋渡しを目的としている。重要な活動の一つはオープンソースの定義を維持するオープンソースの標準化団体とあることである。オープンソースイニシアティブのオープンソースの定義と それに基づくライセンスレビューはオープンソースソフトウェア開発における開発者、利用者、企業、政府が信頼性を提供する。オープンソースイニシアティブはオープンソースの定義に従ったソフトウェアをオープンソースのソフトウェアと定義している。オープンソースの定義は単純にソースコードへのアクセスが開かれていることを定義するものではなく、 オープンソースのソフトウェアは利用者がそのソースコードを商用、非商用の目的を問わず利用、修正、反復することを許し、それを利用する個人や団体の努力や利益を遮ることがないことを定義している。オープンソースの定義はデビアンフリーソフトウェアガイドライン、デビアンにおけるフリー、自由ソフトウェアの定義をもとにしている。オープンソースイニシアティブは、 オープンソースの認可団体として活動し、オープンソースという用語の誤用が広がらないようにするため、オープンソースをアメリカの商標として登録用とするが、この試みは失敗した。それでもオープンソースイニシアティブは影響力を拡大し、誤用を最小限に抑えている。オープンソースイニシアティブはライセンスレビューを通じて対象のライセンスが オープンソースイニシアティブ公認のオープンソースライセンスであると承認している。ライセンスレビューは対象のライセンスがオープンソースイニシアティブの定義するオープンソースを関することに適してことを承認するためのものである。レビュープロセスはライセンスがオープンソースの定義に準拠していることの検証、適切なライセンスカテゴリの特定、虚栄心や複製ライセンスの抑制、 綿密で透過性と即時性のあるレビューであることを目的に設置されている。ライセンスレビューは対象のライセンスがオープンソースの定義に基づき、そのライセンスが課せられるソフトウェアや、その他のソースコード、ブループリント、設計書が自由な利用、修正、販布を許諾しているかを確認する。オープンソースソフトウェアはそれらが許諾されていることを定義としているため、 その条件に合致しないライセンスはオープンソースライセンスとしては認められず、ライセンスレビューの結果として非承認となる。オープンソースライセンスを課したソフトウェアは無償で利用できることが多いが必ずしもフリーウェアである必要はない。非承用での再配布及び個人用途での変更のみを許可するライセンスはオープンソースライセンスとはみなされない。ただし、アパッチライセンスのように ソースコード中に作者名や著作権名を残すことを要件とすることや GNU ゼネラルパブリックライセンスのようにライセンスされたソースコードを改変して再配布する場合は同じライセンスで配布することを要件とするコピーレフトライセンスを兼ねるオープンソースライセンスは存在する。オープンソースイニシアティブは多くのライセンスについてオープンソースライセンスであると承認していたが 無秩序にオープンソースライセンスの承認を行った、結果、うぞうむぞうのライセンスが乱立するライセンスの反乱を引き起こし、それについて問題視する声が上がった。オープンソースイニシアティブはこの問題を解決するため、ライセンス反乱問題プロジェクト、ライセンスプロリフェレーションプロジェクトを立ち上げた。ライセンスレビューは、ライセンスの反乱を防止するため、 ライセンスカテゴリーの特定や複製ライセンス抑制を実施している。ライセンスレビューは一般公開されたメーリングリストで実施されている。ライセンスのレビューはおおよそ60日以内を目安にレビュー結果を出す。メーリングリストではあるライセンスがオープンソースの定義に従ったものになっているか、ライセンスを新規に作成した場合に、 ライセンスの反乱を引き起こすことはないかなどが協議されている。オープンソースイニシアティブボードメンバーのほか、コミュニティメンバーから意見が上がることがある。オープンソースイニシアティブは、オープンソースライセンスとして、主要なソフトウェアライセンスの一覧も公開しており、ソフトウェアがオープンソースを関する場合は、この承認されたオープンソースライセンスを課すことを推奨している。 オープンソースイニシアティブは、ライセンスの反乱を抑制するためにオープンソースのソフトウェアに課すソフトウェアライセンスとして、既存のライセンスの利用を推奨し、過去に承認もしくは推奨していたオープンソースライセンスでも、時代錯誤の要件のライセンスや、新しいバージョンがリリースされたライセンスは、非推奨として一覧から除外している。1998年から2000年にかけて、 オープンソースという用語がよく誤解されていたが大きな広がりを見せ、多くの企業が代替的なオープンソースのオペレーティングシステムについて考え始めるようになった。オープンソースイニシアティブはハロウィーン文書と呼ばれるマイクロソフトの内部文書を入手し公開した。ハロウィーン文書ではマイクロソフトは Windows の競争相手として Linux と記し、 オープンソースソフトウェアの脅威を除去する様々な方法が提案されていた。リチャード・ストールマンはフリーソフトウェア財団を代表してオープンソースという信号を発明した動機を批判している。彼によるとイニシアティブの実利的な目標によりセミフリー目は全くプロプライエタリのソフトウェアとの区別が見えにくくなりユーザーは中心的な道徳の問題や フリーソフトウェアにより与えられた自由について考えることがなくなる。リチャード・ストールマンはフリーソフトウェアとオープンソースイニシアティブを同じフリーソフトウェアコミュニティ内における別々の陣営と見ているが、彼は私たちは基本的な点では同意しないが、実際の勧告に関してはいくらか同意する。そのため私たちは多くの特定的なプロジェクトにおいて協力して、 作業をすることができると述べた。オープンソースの支持者たちはフリーソフトウェアが危機であるとき、例えばマイクロソフトにより GNU、GPL が強烈に攻撃された2001年など彼らの援助に回った。また2003年に両方のグループは Linux のカーネルについて起こされた SCOO の訴訟を一緒に戦うこともあった。実際には多くの人々は リチャード・ストールマンのような人々は、片方の思想のを支持するが、両方のグループをある程度特定しているため、それら二つの運動は厳密に分けられることはない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。